サメ肌どうしたんですか。川渡ったから匂わないんだよ。匂わないんだよって、サメ肌と女川渡ったんでしょ。どうしてあなた渡れないの。濡れるだろ。濡れるだろ。水ダメなんですよ。水ダメなんですよって子供なのあなた。どこの世界にチンゲの生えた子供がいるんだよ。チンゲ、たかが1億だろうがよ。たかがって国の金に手をつけてどうなるか分かってんのか。分かってんか。逃げてんだよ。逃げ切れると思ってんのか。思ってなきゃ逃げねえよバーバー。何がその口の利き方。郵便局に行ってきますだろ。郵便局に行ってきます。おじさん。おじさんはないだろう。おしくは男と駆け落ちしたの秘書後あれじゃないですかね、地元の女じゃないですかね。サメ肌お前の射程だろ。お前が探して示しつけろよ。サメ肌の女ってどんなのよ。俺が組織を盗んだんだよ。なんでそんなこと。なんでってのは本当なんだよ。だからトシックをそそめ返した男を殺してほしいんだよ。だからそれがただの家だとしても同じ金出すのかって金の話をしてるんだよ。この野郎、この野郎、この野郎。突然なんかプロペラ飛行機が目の前に着陸するんです。で、なんか中からかっこいい男の人が降りてきて。なんだ。好き。銃を下ろして。面白くなってんじゃねえか。なあ。変わってるこの仕様ですか。すかそれ。